さあ、動画3本収録できましたね。うまかった、うまかった。いやー、なんだろう。なんか今日は、まあ、もはやタイムアタック的にやってはないですけど、うん。一応タイムアタックっていう体でやってますからね。うん。よいしょ。あれですね、なんかうまいことこれがピリッていかなかったですね。なんだろう、セブンイレブンの普通のおにぎり結構久しぶりに食ったけどな。それこそあのエビマヨオレンチャレンジ以来食ってないんじゃない。うん、あの動画は あれは上がってるか。うん、ボツ企画みたいな感じでね。うん、さあ、じゃあぼっちぼっちと、もう一店舗ぐらい行けるかな。ただもう日が暮れてくるからな。ちょっと気をつけないと。タイムリミットが迫っている。よいしょ。眩しいね。この企画じゃなかったらやっぱりしてきてもいいですかね。か、いや、帯車の方がいいか。ジャスコの方がミニストップは最悪24時間営業やから、いつでも行けますからね。帯車行こう。あかん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 、イオンカード持ってねえじゃん。しくった、そうや、あかん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 。キャッシュカー、あーそうだね、うん、ないわ。うん、全部財布が置いてきてるからないんだ。ダメじゃーん、今日終わったー。全然取りだめできてねえじゃん。ああ。普通におにぎり3個食ったらただの食事したい人じゃん。これだとね。でもそうなるな、もうこれ。仕方ねえな。もう日没だもん。ああ。明日から、いやー、明日はダメだ。編集しないといけねえんだ。ああ、もう眩しくて映像も使えねえし。全くダメじゃん、うわっちゅうか。まあ。眩しい。この時間帯は、見えんレベルですもんね。きついね。よいしょ。さあ、いろいろ買ってきましたよ。まあ、おにぎりね、ツナマヨと、紅鮭と、あ、やっと、火が沈んできましたね。ただ、ここからはでもタイム勝負ですからね。のんきに撮ってると暗くなっちゃってね、食レポロコじゃない。食レポなのか何のか、もうよくわかってないですけどね。うん。意味はお客様が見つける。それが我がチャンネルコンセプトですからね。さか、もう、福島、こんな、太いのあるんですね。恵方巻きじゃない時期にこういうのがあると嬉しいですね。結構このさ、これぐらいの食べ応えあるやつだと215円だったらいいですよね。意外と、やっぱコスパ、やっぱミニストップさん。さあ、早速取っていきましょう。よし、取った取った取った。十分取れましたね。うまいですね、この手巻きおにぎり。いいな。ボリューム結構あるんで、ありっすね。うん。200円ぐらいするかね。ちょっとお値段的にどうかなって一瞬思いましたけど。いや、全然いいですね。さあ。ってことで、食べるもん食べましたし。
なんか話すこともそれなりに話してる気がするんで、まあ、これ多分11時のサブちゃん放送にはなってると思いますけど。よし。そんな感じでね、一応行く予定おりますんでね。あ、今後ともスターステルチャンネルどうぞよろしくお願いします。とにかくね、海外客のね、お客さんもね、増やして、なんとかね、1000人はね、チャンネル登録者数気にしないとはいえ、やっぱ1000人はいかないと、あれなんで。で、時間の方は、その再生時間の方は、もう実は8割ぐらいまで来てるんですよ。なので、1年前がね、そんな再生されてなかったってことを考えると、今の再生タクトで行くと、まあまあまあ、ここは多分500人ぐらいになったらもう超え出そうな感じなんで、あとはね、チャンネル登録者、とにかく1000人まで行ってね、1000人行ってしまえばもう全くチャンネル登録者数気にしない作品ばっか作り続けますんでね、そこまではとりあえずちょっと、一応ね、まあつってもまあ今も気にしてないですけどね、うん、気にしな続けて、まあ1000人超えたらさらに気に付けない感じでね、行きたいなと思ってます。それでどうぞよろしくお願いいたします。まあね、こんな放送のここまで見ていただいている方はもうね、コアなファンだと思いますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。大体の人はね、知ってる、うちの動画ってね、5秒ぐらい切られてんだから、うん、分かってんの、視聴維持率って言ってね、全部見えるから、グラフでね、大体これぐらいね、何秒までこれぐらい見てますよ、って。で、これがいいところはね、それはスーッと、まあ、とはいえ、ちょっと下がるグラフはにはなるらしいですけど、うちのところなんて、10秒も経たないうちにバコーンってなりますからね。悲しいよ。別にいいけどね。ということで、これぐらいで、まあ、あとは家帰って編集していきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。